マルコビッチの穴のお便り。学校の宿題が多くて辛くなったので、Google 先生に、OK Google、宿題が多い、助けて、と言ったら、お、早いよ、早いよ、まだ、お試しください。まあ、あとで。Google に活用法を教えてくださいってことなんですけれども。ほんとすげえね。すごいね。ちゃんと反応すんだね、これ。ちゃんと反応するよ、これ今流行りの AI スピーカーなんですけど。はい。もう置いてあります。もう文脈にある OK Google で反応しちゃうんですよ。もう今も反応しちゃってますから、これ。怖っ！冷静に対処する、ね。あと、マルコビッチ5と7さんを、マルコビッチの穴に元に戻しちゃってるあたりが、地味に面白かったです。地味に面白かったです。同じね、マルコビッチの顔してるのがいっぱい出てくるからね。まあでも、宿題が多いから助けてっていうふうに、Google に泣きついても、はい、まあ、それは無理ですよっていうふうに返ってきて、うん、で、まあ、Google に勝つ方法を教えてくれってことなんですけど、うん、そりゃまだまだ AI と人間だったら人間の方が優秀に決まってますって。ああ。そりゃそうですよ。どうなんでしょうね、これ。でも、AI ってやっぱ今発達してますから、うん。これどっちかって分かんないでしょ。いやもう、だから、ある分野では特化して人間よりも優れた能力を発揮してるところってのは確実にあると思うんだけど、うん、そうだね。トータルで見たら、まだ人間の方が優れているとは思いますよ。なるほど。ね。ですかね。まあ、ただですよ、試してみたいじゃないですか。うん。はい。そうだよ。やってみないと分かんないからね。ということで今回は OK Google と OK 東大生の二人にいろいろな質問をして AI と人間が今日どれだけ能力に差があるのかを検証していきたいと思います。つまりですよ、うん、AI vs 東大なわけですよ。これはですよ、東大が勝つに決まってるじゃないですか。さすがにね、東大、つまりそうなんです。つまりサブ作家の藤田くん登場です。おお、どうも藤田です。はい。おー、この番組のね、現役東大生ですからね。そう、インテリジェンスを司る男ですよ。そうなんですよ。なので同じ質問を Google と藤田くんにします。はは、はい、対決だ。そういうことですね。ではまずジャブからいこうか。 OK Google、 明日の天気教えて。明日の港区は最高気温8度、最低気温0度で、晴れ時々曇りでしょう。おー、わっしゅー。OK、藤田くん、明日の天気教えて。文化放送でお聞きの方は晴れ、ラジオ大阪でお聞きの方は雨ですね。おー、すごくね。すごい、あの、行き届いてる。行き届いてる、ね。新規さをちゃんと出してきた。プラスアルファの情報載せてきたよね。え、これ引き分けだね。これは。これはいいんじゃない、引き分けなんじゃないの。いすごい、気が利いてる。じゃあ、俺も行きますね、じゃあ。うん、OK、Google。新橋までの行き方、教えて。現在地から新橋まで車で行く場合、うん、第一京浜、国道15号線が最適ルートです。うん、お、渋滞がない場合、うん、所要時間は約5分です。おー、時間まで叩き出してきました。ありがとう、ググル。すげえ。じゃあ、OK、藤田くん。新橋までの行き方教えて。交通費だけ請求して徒歩ですね。おー、お前のずるがしそうやってちょっとずつちょろまかしていくんだよね、やっぱりね、若い時はね。そんなもんっすよ。さすがだな、藤田くん。新橋まで、俺は、Google には出せねえ答えだわ。おめえすげえな。藤田くんだな。さすがだよ。よし、次だ。OK、Google。新橋の美味しい焼肉屋教えて。10軒以上見つかりました。お、すごい。港区の新橋2丁目5の1地下 1F にある焼肉奥空新橋店で、うん、ここから 2km 先、評価は星 3.8 個です。おぉ、そこまで教えてくれる。そこ行きたいね。すごい。ねえ、これはいいんじゃないですか。OK、うんうん、藤田くん、新橋の美味しい焼肉を教えて。牛角で星5。雑。まあそうだよね。てめえが食べたとこしか多分知らないから。でもどうかな。藤田くんの主観がすごい入ってますね。好きだけどね。じゃあこれ聞きたい、これ聞きたい。うん、OK Google、これから来そうな女性声優を教えて。わかりません。わからないんだ。わからないんですよ。OK 藤田くん、これから来そうな女性声優を教えて。本土楓さんとか千本木さやかさんとか、
もう一回波が来ると思うんですけど、野沢雅子さんとか。いろいろいますね。全然ダメですね。最後、最後、Google への。ダメだし。よし、OK、Google。今一番面白いアニメ教えて。すみません。お役に立てそうにあります。ちょっと、こういう時藤田くんだよね。OK、藤田くん。今一番面白いアニメ教えて。花澤香菜さんとかが出てる、空よりも遠い場所ってアニメとか、天宮さんが主演やってる、キリングバイツってアニメとか、まあ、いろいろあるんですけど、Google 答えらんないとか全然ダメですね。最後最後に、最後にジョイディスリーが必ず入る。入るこれ面白いな。これ面白いな。もう、言っていい、うん、じゃあ。OK、うん、Google、女の子の口説き文句、教えて。ごめんなさい、わかりません。うわぁ、まぁ、Google ちょっと女性っぽいもんね。うん、そう、女性だからな。OK、藤田くん！女の子をくどき文句を教えて。こういうのは言葉じゃないんですよ。言葉じゃないの？もう学生証でビンタですね。ダメだ、こいつ。こいつダメだな。学生証でビンタしてるところで、それがさ、大学のさ、東大のだっていうのにさ、気づかれなきゃアウトだからな、お前。本当だよ。じゃあこれ行くか。うん。OK、Google。声優の小野大輔さんの代表作教えて。小野大輔出演作。お。フリーズ。あれ？え？どうした？Google どうした？知らねえんじゃないか。どうして今お前。出演作？出演作。出演してたっけ？おい！Google！ おい！出てるぞ。いろいろ。OK、藤田くん。声優の小野大輔さんの代表作教えて。すいません、よくわかんない。お前もかよ。お前もかよ。ドロー。いや、Google正しいですよ、これは。引いて。もう肩をパンチしたよ、今。引いて。よくないよ、こういうの。ドロー。ドロー。これはもう、評価つけない、ドロー。声優作を。小野さん、ドロー。いや、何納得してんだよ。このしょうがない。ふざけんな。ドロス。いいな。ちょっと待って、神谷さん。OK、Google！ 声優の神谷博士さんの年収を教えて。8兆円です。いや、声変わった。よくわかりません。よくわからないんだ。OK、藤田くん！神谷さんの年収教えて。まあ、2000万ぐらいじゃないですか。8兆円だっつってんだろ、バカ。本当にな。だこれ !2000 万ぐらいじゃないですか。雑あちょっとこの対決。ひでえな、これ。空気悪くなるな。ほんとひでえよ。OK、グーグル。お前、女知ってる？ごめんなさい。わかりません。あ、わかんねえんだ。OK、藤田くん。お前女知ってんの？めっちゃ知ってますよ。画像フォルダにたくさんあります。ダメな知り方だ。こいつどうやら知らねえな。ということで、TIF、マルコビッチことならさ、AI vs 人間、今日現在は、ドローです。ドロー。